せーの、どうもシュガーソルトです。はい、ということで今日なんですけど、うん、ちょっと僕の実家の方に遊びに来てて、うん、はい、すごくね、今日天気がいいです。めちゃくちゃいいです。すごくいいです。暑い、暑いです。僕もう上着脱ごうかなと思ってます。脱げ脱げまあ暑いんですけど、まあ、めちゃくちゃ天気がいいということでね、はいはい、久しぶりにドライブしたいなと思って、うん、ドライブ企画となっております。イエーイ。なんですけど、うん、なんか知らない間にね、隣に海賊が来てて僕海賊とドライブするつもりがなかったんですけどまあこれ朝ですね、起きたら目が一重になってまして、ネットで調べたらまあなんか軽い結膜炎みたいな、ということで今日はね、はい、海賊とのドライブということでなかなか珍しい企画になっておりますが、じゃあやっていきましょうか。海賊ちゃうねん。じゃあ出発しますね。はい、お願いします。レッツゴー。シュガーソルト。じゃあまずはね、スタバ行きましょう。スタバ行きますか。はい、まあ海賊さんの言うことですから聞いときましょう。なんか奪われますからね、聞いとかないと。違う、海賊ちゃうね、さっきから。まあ金髪海賊だ。ああ。はい、ということで、うん、まもなくスタバ到着しますけど、はい、ミッション1、うん、モシーさんは、うん、頼んでほしいものを僕に韓国語で伝えてください。ハングゴロ。はい。ああ。僕はそれを注文しますから。でもいいですか、一つ。はい。カタカナって結構一緒よ。まあまあまあやってみます。何がいいですか。はい、早くしてください。ついちゃいます。チョコチップフラペチーノ。あー、キャラメルフラペチーノ。おー、なんでやねん。え、これ頭おかしいやん。なんでですか。韓国語ですか。チョコチップ、うん、チョコチップ、チョコチップ。もうこれしかないでしょ。あースコーンかな。なんでやねん。チョコスコーンのこと言ってる。違うねん、ほんま。ほんまやめてくれや。海賊や。海賊出てきた。あー、チョコチップ。チョコチップフラペチーノってあった。知らない。ダークモカチップじゃん。あ、そうだ、ダークモカチップ。え、ダークモカチップ。제가오늘은아침을안먹어서과자도먹고싶어요。あー、과자はお菓子ですから。はい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 。とはな、ダークモカチップフラペティーノラン。あー、ガジャルも欲しぽよ。あー、ガジャル。あー、ガジャがもうらんごよ。うん、あー、チョコチップスコーン。はい、わかりました。モシーさんはあれですね、キャラメルフラペチーノと、うん、アーモンドフロランタンってことでしたね。なんでやねん、言ってんねん。あー、でもそれもいいな。それもいいな。こんにちは、ドライブスルーのご利用ありがとうございます。ダークモカチップフラプチノ。ダークモカチップ、うん、フラプチノ。フラプチノラン。ラン。お待ちいただきありがとうございます。とてもお暇になったら受けたまわります。あー、ダークモカチップ。ダークモカチップフラペチーノと。はい、ということでね。はい。スターバックス買ってきました。はい。カーシーが変な韓国語を使ったせいで注文間違えるとこやったな。あやる。チョコチップ多めですかって言われてた。いただきます。やっぱアイスアメリカーノが一番美味しい。うわ、生き返るわ、ほんま。な、女の子の日なんて甘いもん飲むのが一番いいねんから。はい、ということで、うん、まあ、スタバも買ったところでね、ドライブ再開して。うるせえ。初心者か。もうほんとだよ、ほんま。いないしろよ、いないしろよ、ほんま。海賊がよ、ほんとによ。ヨッホーヨッホー。もうやらせんなや、海賊ちゃうねん。ほんで、ほんでなんや。ドライブ再開していこうと思うんですけど、うん、まあ今回やっぱサムネのタイトルにもある通り、はい、まあ、浮気の話ということでね、うん、これね、やっぱモーシーさんがねすごく話したいそうなので。じゃあどうぞ、いいですよ、話して。なんやねん、そんなわけちゃうやろ別に。あの、カーシーさんは浮気されたことある？俺はないです。気づいてないのかないのか、どっちかです。それはそれは確かにそう。もうでもないと思いますけどね。確かに確かに。え、でも分からへん、もう今気づいてないだけかもしれへん。そうやで、もし多分気づいてないだけやで。ほんなんや、そんな。ああ、まあ、あの、ちゃんと一回付き合った人にね浮気されたことがありまして。はいはい。なんか本当にさ、女の勘ってマジであると思うの、思う。なんかちょっと変やなって思ったらやっぱ変やねん、ほんまに。これはある。え、これマジ全国の女性が共感すると思うねんけど、なんかちょっとある日なんか変やなって思って、そっからどんどん関係がね崩れていったんですよ。あ、で、まあ最終的に浮気にたどり着いたと。最終的に浮気されてて、
で、まあ、あの破局したんですけど、はいはい、私ほんま立ち悪いと思ったのが、その浮気してきた人が自分から浮気したことを告白してきたの。なんかさ、浮気ってさ、まあ、絶対やったらあかんけどさ、なんかやるなら隠せよって思う部分あるやん。まあまあそうやな、こっちからしたら。だってさ、言うのがさ一番卑怯じゃない。ほんまに。まあまあ。で、まあその人がね、うん、私と付き合う前にタバコを吸ってて、ももと付き合う1ヶ月前ぐらいからやめとってん、タバコ。その人もともと友達やったから別にタバコ吸ってることも知っててんけど、それからずっと吸ってなかったんよ、タバコ。でもなんかある日その人家行った時になんかベランダに吸い殻バリやってんな。え、これ吸ってんじゃんってなるやん、やっぱ。でもも的には別に吸ってたとしても、なんかそれをなんて言うやろ、吸ってないって嘘つかれてる方が嫌やったんや。でもなんかもうそこはもう折り合いつけるしかないなと思って、うん、一旦終わってんやんか。ほなその新しく始めたアルバイト先の人になんか一服勧められて吸っちゃったみたいな話を後日されてんやんか。でもなんかそっからなんかもうは女の勘でなんかこいつ変やなって思ったんや。ちょっと変やなって思うやん普通に。まあ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 、そう、なんかちょっと友達と今から飲んでくるわみたいなのがめっちゃこまめに連絡来るようになってやんか、うんうん、でもこまめに連絡来る男なんて怪しいんよ。普通にこっちからしたら。ほんならよ、なんかもう距離を置きましょうってももが言ってん。もうなんか急にどういうこと、ね、なんかそれでももが怪しいなってなったから、うん、なんかちょっと距離を置こうと思って、一回なんか冷静になるために距離を置きたくてちょっと距離を置こうって言ったんよ。連絡は一応取ってたけども、会うのやめてるみたいな感じやってんやんか、うん。ほんで久しぶりになんかもうそろそろじゃあ会おうかなと思って、2週間後ぐらいに会うってなってんやんか、うん。ほんならなんかなってんけど、届け出されて向こうに、うん、ちょっとなんかまあもう仕事忙しいやろうし疲れてるやろうから、なんか今日はちょっとやめとくわみたいな言われて、もうおかしいやん、うん、で、はおかしいなってなって、ほんでもう一回また距離置くことにして、もう次は連絡も取りたくないから連絡もすんなって言って、うん。ほんならその日の朝の5時にですよ、はい、電話がかかってきまして、はい、泣きながら。泣きながら、そう、なるほど。ちょっと今から話すことを最低やと思ったら俺のこと振ってくれていいからって言われて。あー、なるほど。そんなんさ、もうこっちからしたらはいはいってなるわけよ。はいはい、来ましたか、やっぱこれが原因でしたかってなって、早く聞かせてって感じですね。ほんならさ、もう大阪のおばちゃん、早く聞かせて、早く聞かせてって感じやってん、ほんまに。ほんなら今までなんかアルバイト行ってくるって言った日も、実は友達とクラブに行ってて、友達と居酒屋に行ってたって言ってた日も、実は友達の家で女の子も入れて宅飲みしてて、もうチューしちゃってみたいな。もうなんか赤裸々に話してくるわけ。は？これ聞いたこっちどうしたらいいみたいな。しかもさ、そんなんさ言ってくんなよって感じやんか。こっちからしてもう、ね、朝からブチギレでな。ほんでなんかちょっととりあえず さ、 あのさ電話で話すのだるいからさ、来いよって言って。あ、本性で、本性出てます。ほんならもう全部嘘でしたみたいな感じでドバ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 、うん、で、しかも最悪やったの、これちょっとグロテクスクな話になるんですけど、今この5時までは何やっとったんって聞いたら、いや実はなんかこの間知り合った女の子と友達とおって、ほんでなんかラブホに3人で行っとってみたいな。そのラブホ終わりで電話かけてきたってこと。ラブホで、ほんで酔っ払ってるから、まあ、あの3人でやるってなったらしいんですよ。なんか服を脱いだ瞬間に、なんかあ、これ俺はやばいと思って、なんか泣き、もう遅い、そう、遅い、もう遅い、それは罪悪感から泣きながら電話してきたらしいんです。もう遅い、もう遅い、もう遅いしさ、試合は始まったもんね。そう、でも桃的にはその時の気持ちとしてはな、あ、これがモヤモヤしていた原因だったんだって判明して、なんかすっきりしたんよ。なんかすっきりして、で、なんか、あ、そうなんやみたいな。でもな、ひどいのがさ、なんか開き直りやねんな、あいつたちは。知らん、知らんやんねん。その時はすっきりしたけど、やっぱ後々さ、めっちゃ悲しくなってくるわけ。うわ、こんな信じてた人にこんなことされんねやみたいな感じになって、ほんならよ、あっちはな、まあでも心は浮ついてないから浮気じゃないなとか言ってくんねん。なんでそ、楽しそうに。なんか言ってくるやつおるよな。まあまあまあ言いますよね。あの、心は、気持ちは離れてないよ、体が離れちゃったんだよ、浮気じゃないよっていう、あの男のなんか暴論みたいなのありますから。あるやろ。ほんで私はアホなんで3ヶ月間付き合っちゃったんですよ、その後。はい。すごいね。浮気されたけど、でもね、人生経験としてやっぱりね、これ女の子な、分かると思うけど、やっぱ好きやから付き合っちゃう気持ちってめっちゃ分かるし、うん、私もそうやってんけど、やっぱね、浮気する人ってね、1回じゃ治らないですよ。
まあ治んないよね、うん、やっぱりそうなの。俺の周りの人も治んないもん。治んない、治んない、治んないでしょ。結婚しても治んない人だって言うだからね。やっぱり病気って言いますからね。病気ですから。だからもう私もね、あのそれを本当に身に染みて感じた、うん、結局最終的に別れた理由も、まあ、向こうが最終的にまた浮気したからなんですよほんまに浮気って繰り返されるねんなっていうことを学べたから、まあ、よかったと思いましょう。でもなんかほんまその当初はな、男の人って全員浮気すると思ってたから。でもそんぐらいで思ってた方がいいと思うけどね、女の子は。本当にでもそう思ってたから、本当に一切浮気もしないで浮つかない男性なんて逆に少ないぐらいだと思ってた方がいいよ。ほんまにそう。えだけんカーシーと付き合った時もだけんどこの人急にカーシーと付き合った時も絶対浮気するんやって思って付き合ったもん。カーシーも浮気するんやろなって思う。まあまあまあ、そうやって思っててくれた方が、まあ僕も本当に浮気した時に、まあ確かに。なおい、すんなよこんな逆にこれされてたらめっちゃ怖い。いや僕ね、自分で言うのもなんですけど、浮気はしないんですよ、うん、あのただ付き合ってない状態だ、フリーの時は、うん、もうあの女の子のお尻を追いかける生活をするんですけれども。おい何ですか。まあ確かに仕方ないよなでもフリーですから誰にも迷惑かけてませんからね。でも好き合ってたら僕はそういうことしませんから。しないですよ、はい、カーシーは男の中の男ですからみんな本当に褒めすぎてくさ。もうね、神様みたいなんですよ、モモの人とってはね。言い過ぎやろこんなね、素敵な男性に巡り合える気がいつか。なんか今日すごい容赦されるんですけどカーシーさん大好きなんですか。これからも末永くよろしくお願いします。まあなんか俺は正直ね、うん、なんか自分の友達が例えば浮気してたとしても、うん、やってんなこいつみたいなぐらいなの、うんうん、正直。なんか別にそこはそれっていうか、あのね、同性だったら、だから友達だったらそういう目線で見れる。いや、 やばお前みたいな。うん、わかるわかる。ただね、いっちゃ腹立つのが、うん、あのなんか中途半端なね、うん、中のゲーみたいな顔した男があの浮気してなんかすんごい女遊びしてるでしょ。でなんかそういうやつに限って、いやあの女やねこれやる、お前しょうもない、どうせ耐えてる女もしょうもないね、そういうやつは言い過ぎや言い過ぎやけど。いやでもマジで、これマジでね、うん、あのね、中高とかでこうちゃんとね、うん、こうもてはやされてきたね、うん、人たちはなんかこう理解してるんですよ。なんか自分のそのなんていうかな、あれを、うん、理解してるんですけど、うん、なんか大学とかで、なんか野球やめて髪染めてね、うん、服もちょっとおしゃれに目覚めてね、うん、で急になんかモテるようになっちゃった、うん、なんか中ロケ男子はね、勘違いしちゃいますから。勘違いしてね、自分はかっこいいんだ、自分はモテてるんだと思ってね、それでしょうもない女ばっか抱いてね、うん、それでなんか、あー俺はモテてんだみたいな勘違いをして、で浮気して、いやちょっとこの場合さ、クラブのトイレでさ、バカバカ本当にそういう人もいますから、全員が全員じゃないですよ、もちろんいい人もいます、いい人もいますけど、気をつけてくださいね。そういうノータリン筋肉バカ野郎と思って。でもマジそうだよ本当に本当にヤバいよ。シュガーソウル、うん、ちょっとドライブしてたんですけど、まあ、せっかく天気がいいということでね、うん、ちょっとあのね、あのお化けの話とかでヒートアップしちゃいましたので、ね、ちょっと自然の空気を吸って気持ちを落ち着かせようということで、心を穏やかにしなきゃ。せいで心穏やかにして、今は幸せですから。幸せですよね、うん、穏やかにして。穏やかですか。穏やかです。穏やかですよね、はい、はい、どうですか、元彼の顔を思い浮かべてください。うざいやっぱりさ、浮気された過去とかがあると、うん、やっぱりどうしてもね、うん、あいつって思っちゃうけど、まあそれでもやっぱり人生経験としてさ、そうだよ、最後の終わり方は良くなかったかもしれなかったけど、うん、なんかそういうもんじゃん。モーシーさん的には浮気はどこからが浮気ですか。なんか女の子と2人で会うにしても、うん、一方あればいいかも、なかったら浮気だと思う。あー、まあそのだからなんか相手に言えないでやる行動は浮気なんじゃないかってことだよね。まあそういうやましい気持ちがあるってこともね。そう、カーシーはまあでももちろんその嘘つかれたりとか、うん、そういうなんかやましいことがあって隠して、うん、男と会われたら、まあ、それをなんか浮気というかは分かんないけど、まあ、嫌な気持ちにはなるよ、うんうん、絶対なる。揉めるとは思う、うんうん、普通にどういうつもりで隠してたのかを聞くよね、うん、でその理由によってはさ、もう浮気になるかもしれんや、うん、そうだよね。シュガーソルト、はい、ということでね、大自然でね、気持ちのいい風を浴びながらね、うん、浮気についてタラ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 喋ってきたわけですけれどもまあそういうのもやっぱり人生経験ですから、うん、やっぱり世の中ね、本当にいろんな人がいるので、まあそういうことをね、経験して分かるものもありますから、うん、はい、まあなのでね、これからの未来にね、こう落胆せず前を向いて生きていきましょう、はい、はい、みんなで頑張りましょう。ということで、今日の動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、拡散よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。